西野の場合ね、まあ、話になんない。テラちゃんにはね、触ったことない。テラちゃんって呼べたんですね。もう西野と、はい。テラ大丈夫。あ、もうじゃあ、まんま、今の、そう。今の、もうナチュラルや。お疲れ様でした、今日、本当に。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか、すいません、なんか、変なね、毎日呼んじゃって。あ、いえいえいえ。カジャラもね、めっちゃ惜しいとか出して、別に、本当に悪気があってやってたわけじゃなくて。今日はもう帰られた。あ、そうです。あ、そうなんです。もうお仕事はもう終わったんですか。あ、そうですね、終わりました。あ、そうなんですか。もしよかったら、はい。聞こえへんねん。西野さん、俺よりひどいやろ。西野さん、ちょっとほら、ほんと、なっちゃうさ。いや、もうね、なっちゃう。なっちゃうじゃん。二人きり、なんか俺も意識したいんやけど。いや違う、撮ってる。ドキドキしちゃって。いや、撮ってるんですよ、これ。やっぱり気持ちわかるわ。わかる。わかる。なんか、なんかもうこっち、なんかいい、いい。いや、なっちゃう。なっちゃうんすか。まあじゃあ、まあ、まあ、いいなっちゃったんならしょうがない、二人とも。なっちゃって、やっぱ、どうなってよくなるからな。悔しいけど、こいつ似合うな。まあ確かに、なんかちょっと、まあ、絵にはなってます。え、ちなみに何て言ったかおさらいしてもらっていいですか、それぞれ。本当に全然聞こえない。あ、これ、お二人から言ってもらった方がいい。どっち？俺が言う？梶原さんから言ってもらった。俺は、はい、やっぱ自分という、もちろん梶原優太ではなかったが、この容姿やったし、はいはいはい、やったのが、はい、やっぱ可愛らしさですよね。はいはいはい。テレ、はい、だから、伝えたいのは大好きです。はい、シンプル、はい、ただその前に、はい、すいませんってのを入れてます。あ、すいません大好きです。すいません大好きです。あ、ちょっとでもいいんじゃない。いやだ、俺ガチだったよ。あ、いい、いいんじゃない。すいません、うん、大好きです、うん、ね、いや、いい、うん、でした、はい、うん、じゃあ西野さん、僕は、はい、ちょっと当初の予定と違ってですね、はいはい、梶原先生がほんまに小声で行くって思わなくて、はいはいはい、音を出さないといけないって思って、はいはいはい、僕のプランでは、まあ、まあまあそうですよね、はい、音を出した瞬間に、はい、受けなきゃいけないと思って、はい、で、やっぱその、はい、で、あらんと思って、はい、こっちやっても、はい、もう今受ける流れじゃないと思って、で、小声をかぶせるっていう風に言ったんですけど、はい、言ったワードは、はい、フォトブック売ってくださいこいつずるいわ。だからもうだから帰りたい。俺滑ってる。事故りましたねこれ。事故った。何やねんそれ。ちょっと待って、 Q&A 切った。事故や。すいません。